はい、今日はね、舞茸の冷鮮パスタ。もう暑くなってきたんで、キンキンに冷やした舞茸のパスタをいただきます。いただきます。うん、舞茸のね、ペペロンチーノです。ニンニクがすごく効いてる。美味しい。うん、今日の主役は舞茸。うまっ。これうまいね。青じそすごくよく合う。めんつゆとみりんでね、味付けしてるんでね、和風ペペロンチーノです。今日はあんまり食べ過ぎないようにと思って量少し加減したんだけど、結構あるね。うん、うまっ。今日はね、舞茸をワンパック使っちゃいました。冷たくて美味しい。うん、今日はね、冷蔵庫で冷やすんで、パスタはアルデンテじゃなくてしっかりめに茹でてます。うん、今日はこれを使ってみようかな。玉ねぎの醤油ドレッシング、いただきもんなんだけど、これだけでね、十分ニンニクがしっかり味付いてるんで美味しいんだけど、ここにね、これ玉ねぎのドレッシングをちょっとかけたら美味しいかなと。うん、うん、すごい味が変わった。うん、美味しいね。これ冷たいパスタはドレッシングで食べるのありかもしれない。うん、サラダみたいにいろんなドレッシングで食べるとレパートリー広がるよね。うん、味がね、全然変わった。うん、美味しい。これ美味しいね。玉ねぎと醤油、少しお酢、うん、植物油、うん、玉ねぎいっぱい入ってる。あ、うまい。和風パスタにぴったり。うん、舞茸おいしい。ぜひどうぞ。